噂は直行がメジャー契約を蹴ってまでマイナー行き、譲渡金90万円を選択した理由、自信なかったんやろ。ホークス入りするため、あの有原でも譲渡金1億6000万円を古巣のハムに残して渡米したのに。そうまでして入った球団も辞めたんだっけ。レッドソックスで一度はメジャー昇格したけど、すでにレイズから移籍してるからハムには1円たりとも金は入らない。レイズでのメジャー昇格ができてたら契約次第でまた違ったかもしれないのに。もしかして噂はって相当日ハムに恨みがありまくって、それで意趣返しとかしてるんかね。新庄のやり方に切れ気味やったし、ほくろ取りたくなかったんや。でもアメリカ行った人みんなアメリカ行ってよかったって思うらしいで。アメリカ行きを応援してくれた球団に対して嫌がらせするのはどうかと思うけどな。そら有原は1億6000万ハムに残したから、ソフトバンクからしたら嫌だろうよ。とはいえ全く通用してないし、メジャー契約して給料泥棒になるよりは良かったんじゃないか。メジャー契約とマイナー契約の違いを分かってなかっただけ。取り立ててメジャー挑戦のための準備や取り組みとかもしてなさそうだったし、マジで行くことが目標になってたんじゃん。